広島での元チームメイトを振り切ってこのショットは来ない。ここも佐渡原が走っています。フィニッシュです。6対0という入りになりました。本当にスモールな展開、はい、ができていると思います。2回走ってますもんね。そうなんですよね。並里フィニッシュです。佐渡原はどうだ。スリーポイントきました。もちろんそのスリーポイントがおそらく平均以上に入っている運の良さというのを味方しているところはあると思いますが、まあ、それ以上にこの的確なオフェンスの選択が非常に印象的なファースト。並里です。おっとエサンドが前に出たか。かわした。オマラー、オマラー、うまい。ここっすよね。これ、これがうまい。もうあとはオマラは、はい、ここまでその勝利で、ここはバッツが入ってるんですよね。並里、ここは自分でいった。並里、内尾です。並里空いた、スリーポイント決めた。並里対坂本誠がバッツがピックできた。並里浮かせて決めた。並里へ、並里対チータム攻める。スリーでいった。並里来た。いやー、ここのピックアンドロール、うん、まだ上を通して、いやーバッツに通っています。並里スリーポイント、ショットクロックギリギリで決めた。決めた。